どうも、大気の器、水染み出しラジオでございます。今日もですね、しがらきメガソーラー発電所周辺からですね、真っ暗な、道の中からですね、お送りしたいなというふうに思うんですけども、久しぶりの、水染み出しラジオおよびブログで、ございます。本当にこのですね、上げるときいつも久しぶりです、久しぶりですって言ってるんでね、もうちょっと定期的にね、打てるようになるよということで、ちょっと3回ですかね、3回目になるんですか、ネイルマガジンもですね、ちょっとブログやら、この大気の器 YouTube をですね、貼り付けて、送らせていただいてるんですけどですね、ガンガンですね、メール配信止めてくださいという、返事がですね、来ております。いや、もうそんなことにね、もうね、めげてはいけません。そうですね。もうちょっとですね、しがらきの情報をですね、しがらきに根ざした情報をですね、発信したらいいのになと思うんですけどね、まあこんなもんです。まあそれだね、もうとりあえずタイトルいきましょうね。聞く人がですね、一人二人いても僕は喋ります。もうゼロ人になるまでやりましょう。いきましょう。トーキンプレゼンツ大気の器水染み出しラジオ。今日もですね、真っ暗です。もう真っ暗。もう怖すぎます。冬ですね、日が落ちるのもですね、もう早いもので、いつもの仕事終わりとなるとこんだけ暗くなるんですけどね、今日はですね、茶香炉を作っておりましたね。陶器の話いきましょう。茶香炉、機械ろくろでですね、胴体と蓋を出してですね、あと仕上げね、あと透かしなんかをですね、こう入れていくんですけどね、まあ、茶香炉、蓋が2つありましてね、中蓋、そして外のね、蓋、この中蓋にね、お茶っ葉を入れてですね、下から火でね、ちょろうそくで炙ってお茶の、香りをまあ楽しんでいただくと、香炉ですからということで、これがね、結構、取り扱っていただける、業者さんいますんで、こう、作ってるんですけども、この蓋の大きさをですね、私、間違えてしまいましてですね、鬼の、蓋修正作業というのをですね、昼からやってたんですけどね、もう肩がね、ちぎれそうです。土曜日にですね、ある程度蓋を作ったんですけどね、この蓋がですね、今日、合わせてみたらね、ちょっと大きいということが分かりました。また僕もね、いい加減に、もうね、職人にあるまじきミスですよ。ちゃんとね、その補助線、ここまで削ったらいいよって補助線があるんですけど、何を考えたんですかね。この補助線だとちょっとちっちゃすぎるんじゃないかなって、なんとなく、勝手に思ってしまいましてね、それをの補助線よりちょっと大きめに切ったらですね、見事に入らなくてですね、今日ですね、合わせたらえらいこっちゃと。で、またこれがですね、土曜日に削った蓋がですね、もうまあ固くなってるんで、本来多分真っ白になっててね、まあもう水分全部抜けてカチカチになったらね、この皆さん、まあ、投資してる方でしたらね、これ分かると思うんですけどね、もう全然一切、大きさを調整する削りなんかできません。これがですね、ね、土曜日に仕上げて日月置いといたのに、まあ、寒かったんですね。まだね、ちょっと青かったんですよ、青い。あんまり乾燥してないものをね、青いって言うんですけども。だからね、なんとか削れたんです。でも、まあ、硬くはなっているんですね。ですんで、もうね、手首がね、もう、腱鞘炎、ああいうのがね、腱鞘炎の元になるんですよ。硬い陶器をずっと削り続けるとね、まあ、ほんまに、手首がじんじん痛くなってくる。ということでね、今日はまあ、それを、まあ、やっててね、なんとか茶香炉、ね、中蓋と外蓋合わせてですね、商品としてですね、満足いくものになったんじゃないのかなと、親父がですね、どうすねお前これって言うてね、おい、もう、親父の釜詰めの踊りになんとかならへんのって言うたらね、なるかこんなもんって言われたんで、はぁ、私が削っていたんですね。いや、しかしですね、皆さん、先週のね、もう土曜日から日本シリーズがね、始まってますね。日本シリーズ、もうね、ソフトバンクホークスですか。強すぎますね。ホークスが強い。ね。昔ね、南海から大英になってね、あれね、まあ、昭和の終わりに身売りしたんですよ。当時はね、球団売却とかね、言ってました。身売りって言ってましたからね。阪急と南海ね。実は同時期に身売りしてるんですね。1988年じゃないのかね。身売りってね。今使ったらあかん言葉なんじゃないのかね。球団の、ね、球団売却のこと、身売りなんて言ってたんですけども。その頃ね、ホークスはね、もう今、田淵さんが監督とかしてる時弱かったんですよ。もう、ね。根本さんがね、来てね、強化したんですけど、昭和の終わりから平成の初めにかけて、まあ、大英ホークスといえばね、南海ホークス、大英ホークスといえばね、まあ、弱かったんですけどね、まあ、これがね、もうね、僕はタイガースファンなんですけども、
今年ジャイアンツとタイガースの試合を見ててですね、もう全く勝てる気がしなかったんですね。あら、もうジャイアンツ強えなぁと、もうタイガースなんか歯が立たねえよと、もう野球中継見てても思ってたんですけど、この2戦ですね、ホークスとジャイアンツの試合見てたらですね、まるでホークスがジャイアンツで、ジャイアンツがタイガースみたいなね、あーっていう、このね、全く歯が立たない感、もう打てる気がしない。なんかもう投げてても抑える気がしない。なんかここで打たれる、重要なこの場面で打たれるような気がするっていう、あ、打たれたっていうのとね、全く打席に立ってもなんかボールがもうね、前に飛ばない感っていうのがね、まるで、もう、ホークスがね、セリーグの今年のジャイアンツ。でもね、ジャイアンツが、ね、タイガースだってね、今年2位なんですよ。リーグね、セリーグでね、120試合、こんな大変な時期にね、戦って2位なんですよ。俺がですね、一度も優勝争いしなかった2位ということでね、日本シリーズね、楽しみたいなというふうに思うんですけどね、まあ野球がね、見れるというだけでもこうね、素晴らしいことなんじゃないのかなと。で、一つですね、まあ、ポンポンポン話がね、飛びますけども、ホームページをですね、まあお客さんはですね、土日にかけてしがらきに結構来てるんですけどね、まあこれ急用に終わればいいんですけども、ホームページのね、売り上げがね、ちょっとね、例年と違うんですよ。11月。10月、11月で12月にかけて、まあ年末にかけてね、の流れとね、言うたら例年の売り上げと今年の売り上げが違うんですよ。で、まあ、うちなんかホームページにね、バンバンそんな新商品を出すっていうようなウェブページでもございませんし、どっかのね、大きなサイト、モールサイトみたいなところに載せてるわけでもない、完全な独立系の、独立 EC ですから、あんまり参考にもならんとも思うんですけど、それでもね、もう5年、6年やってるとね、傾向は出てくるわけですよ。これ、今年ちょっと違うんですよね。正直言うと、やっぱね、落ちてます。はい。お客さんもね、お客さんもまあたくさん来てるんですけどね、売り上げ自体はねどうなんかなと、いやまあちょっと怖いなと、なよまあまあ気流、これほんまもあの気流もう気流に弱ればいいんですけどもね、まあまあちょっと予断を許さないのじゃないのかなという感じですね。まあね、まあでもね、何にも新商品も載せてないからね。載したいなと思います。キノコの山、ね、キノコの山、お菓子ついてくるキャンペーンやってますんで、ぜひですね、キノコの山皿ね、つけて、いただきたい。僕ね、よーいどん、今年の夏ね、やったよーいどんの、ちょっと、理由はあって、昨日初めてその放送を見たんですよ。DVD に撮ってたやつ、ね。まあ、ようわかりましたわ。なんか、東進ハイスクールの、社会の先生いますやんか。なんや、ネプチューンがやってる、ネプリーグとかに解説で出てくる。あの先生、俺、よう似てる似てるって言われるんですけど、似てますね。なんか、喋り方というか雰囲気、外見もそうやし、喋り方もなんか引き笑いしてるんですね、僕ね。似てんなというふうに思います。あ、まあ、こんなね、もう時間になりましたんでね。今日はこれぐらいにしておきましょう。ぜひですね、今週末も、しがらきね、大地の器もギャラリーはオープンしますし、しがらきはいろいろと、まあ、秋、最後のね、秋のね、観光シーズンともなると思いますんで、ね、ぜひですね、来ていただければなというふうに思います。それでは皆さん、今日はこれでお別れします。またお会いしましょう。大地の器、東京プレゼンツ大地の器水染み出しラジオ。本日はこれにておしまい。バイナラー。